高校の同級生とか、なんか母もやってるんでしょみたいな感じで言われて、実は報道発表にも出させていただいていて、これ持って喋ってたのが私でした、はい、すごい。初めて会った人から髪伸びましたねって言われました急に伸びましたねメイケリの野中です。今回は NTT ドコモに訪問して CM で話題のアハモの事業立ち上げを経験した佐々木さんにお話を聞いていこうと思います。まずは簡単に自己紹介をお願いします。佐々木千恵と申します。2018年入社で、入社当初からサービスデザイン部に所属しております。本日はよろしくお願いします。お願いします。最近アハモの CM めちゃくちゃ見ますし、やっぱり学生は切り替えた方がいいですか？そうですね、18歳以上の方であれば、皆さん申し込みいただけますし、かなり安くなるので、初めて自分で携帯を契約される方にはぜひおすすめしたいプランになってます。いいですね。結構契約も簡単なんですか？そうですね、オンラインでサクッとできるので、デジタルネイティブ世代と言われている方にとってはかなり簡単に申し込みできるんじゃないかなと思います。改めてどんな業務を行っているのか簡単に教えてください。私が所属しているサービスデザイン部というのが開発部門になります。アハモに関してはウェブで申し込みができるっていうところで、申し込みサイトだったりとか、利用していただいたお客様に使っていただく契約者サイトと言われているところを作っている担当になります。じゃあもう実際にユーザーがもう目にしているようなところを担当されてるんですね、はい、国内の携帯電話でも相当利益が出てると思うんですけど、アハモを立ち上げた理由を教えてください。ドコモとして若者に向けて新しいプランを打ち出していくっていうところが大切かなというふうに思っていて、新しく作ったものになっています、うん、今はやっぱりシニアの方にはかなり受け入れていただいてるんですが、うん、若い方にはまだまだこう流出してしまっているだったりとか、そういったところが経営課題としてありまして、これから日本で携帯を使っていく方っていうところで、若者にきちんとドコモを好きになってもらおうっていうところで、ハモが出来上がったっていうところになります。なんか実際ここにもありますけど、デザインとかもすごいポップで、若い人もなんかこう注目しやすいような感じですよね、はい、かなりドコモっぽくないというか、可愛い感じのプランになったかなというふうに思ってます。可愛いです。ありがとうございます。思いっきり事業がバッティングしてしまうイメージなんですけど、実際はどうですか？もともとドコモには大容量のギガ法っていうのと、小容量のギガライトっていう2つのプランがありました、うん、でその間を取る中容量としてアハモっていうのができたっていうのが背景です。じゃあ全然バッティングはしてないんですね。そうですね、うん、ライバルも多いと思うんですけど、その中でのアハモの強みって何ですか？海外でも使えるとかいろいろあるんですけど、はい、やっぱり通信品質がいいって言っていただいているドコモのネットワークを2970円でお使いいただけるっていうのが一番の魅力かなと思っています。かなりお得ですよね。そうですね、だいぶ安くなると思います。アハモは若年層に支持される新しい料金プランだと聞いたんですけど、実際どうやって企画を進めていたんですか？もともと経営企画というか経営層の方から若者向けの新しいプランを作るっていうところは決まっていました、うん、でその中でこうオンラインだけで申し込むだったりとか、そういったところがあって、どうやって作っていくかっていうところから若手のメンバーが少しずつアサインされて、課長とか上長の方もたくさんいらっしゃるんですけど、若手の声に耳を傾けていただいて、ディスカッションして作り上げていきました。じゃあ実際にターゲットと同じくらいの年代の方がアサインされたっていうので、佐々木さんも選ばれたんですか？そうですね、たまたまその部署にいたっていうのも大きいんですけど、うんうん、各部署で若手のメンバーだったりとかっていうのはアサインされたのは多かったです。立ち上げメンバーは何人で、それぞれどんな役割を担ってたんですか？社外のメンバー含めて数千人っていう規模だったので、すごい。全然わからないんですけど私は開発部っていうところで開発チームとしてウェブサイトを作るっていうところでアサインされたっていうところです。でそれとはまた別にアハモっていう名前を決める人たちだったりとか、うんうん、プロモーションをする人だったりとか、バックヤードとして配送とかもありますし、そのオペレーションとかそういうところもあるので、それぞれのチームでそれぞれアハモを検討したっていう形になります。すごい規模ですね。そうですね。
ちなみにその時は入社何年目だったんですか？ちょうど3年目の時でしたね。いろんなサービスの立ち上げってドコモでやっていて、そういったサービスを新しく作りたいってなった時に声がかかる担当だったりとかもたくさんあります。実際希望したりとかもできるんですか？希望のものもあると思いますし、自分の担当で着実にこう成果を上げていれば声がかかったりとか、そういったところもあるかなと思います。やっぱり佐々木さんが相当優秀だったっていうこともあったんですね。いや、そんなことはないじゃないですか。本当タイミングと運とご縁とっていう感じだったと思います。いやいや、多分相当優秀だったんだと思います。3年目なんで、はい。普段の業務ではどんなことをされてるんですか？開発部っていうところで、まあ、アハモだけではなくて、いろんなサービスのウェブサイトだったりとか API と言われているこうサーバー開発っていうところを、携わっています。で、私が今メインで関わっているのは、アハモの開発です。佐々木さんの1日の流れを教えてください。朝開発チームと一緒に朝会というかをして、緊急の話だったりとか相談事項みたいなところを相談したりします。で、その後ドコモの中のチームで話して、他の案件だったりとかの進捗だったりをお話ししたりします。で、その後は、開発チームの中でこういろいろ議論をしたりとか、まあ、次の、フェーズでどういうことをやるのかみたいな話し合いをしたりとか、ビジネス部門の方と、一緒にディスカッションをして、じゃ次どういう案件をやるだったりとか、今開発しているものでこういうこと困ってるんでここを決めてくださいだったりとか、そういうミーティングをしたりして、一日を過ごしています。やりがいを感じたエピソードがあれば教えてください。実際にお客様に使っていただいたっていう日だったりとかもすごい嬉しかったですし、発表会の後にこう周りの人からいろいろ見たよとか声をかけていただいたのはすごい嬉しかったです。発表会に出られたんですか？はい、実は報道発表にも出させていただいていて、見たことある方もいるかもしれないですけど、これ持って喋ってたのが私でした。はい、すごい。ありがとうございます。自分でもびっくりで、もうなんか目の前のことを一生懸命やってたら、なんかいつの間にかみたいな感じでしたね。すごい。じゃあもう社内ではかなり有名人なんじゃないですか？いや、初めて会った人から髪伸びましたねって言われました。急に伸びましたね。すごいですね。本当に若手からそんな大舞台で活躍できるっていうのは。チャンスをくれる会社だなと思います。ありがとうございます。はい。はい、お似合いです。これ似合うのやばいね。逆に大変だったなって思うことって何かありますか？かなり多くの人数の方と一緒に話を進めなくてはいけなくて、まあ、ちょっとそういったところのファシリテーションとかもやらせていただいていたので、かなり大人数のミーティングを回すっていうのは大変だったなと思います。大活躍じゃないですか？はい、そうですね。ありがとうございます。やっぱり優秀ですね。ちなみに、この初めてアハモに携わるって決まった時ってどう思いましたか？こう若者向けっていうところで、こう自分の友達だったりとかがターゲットになるっていうの、うん、サービスって、まあ、なかなかこう携われないので、うん、親近感を持ってというか、自分ごとで取り組めたなと思ってます。もう私だったらめちゃくちゃいろんな人に自慢しちゃいますね。立ち上げ経験したよって言って。高校の同級生とか、なんかアハモやってるんでしょみたいな感じで言われて、そう、なんか不思議な感覚になります。誇らしいですね。学生時代の専攻を教えてください。情報系の学部に所属していて、プログラミングとか学んでいました。専攻と業務は関係してますか？そうですね、関係はしています。で、実際に業務でプログラミングをするっていうことはないんですけど、ベンダーさんと一緒にお仕事をしていく中で、まあ、どんなことを作ってるのかなとか、何に困ってるのかなみたいなところで、想像力が働く部分では学んでてよかったなというふうに思ってます。最終的な入社の決め手を教えてください。インターンだったりとか、実際に企業の方にお話を聞くっていった中で、まあ、ドコモの社員の方が本当に親身になってお話を聞いてくださったりとか、最終的には人で選んだかなと思います。入社後のギャップはありますか？かなり大きな会社なので、自分でできることってそんなにないのかなって思ってたんですけど、自分主体で結構やらせていただける環境だなと思ってて、やりがいがある仕事だなと思います。今後チャレンジしてみたいことはありますか？サービスの開発企画みたいなところにもどんどんチャレンジして、さらにいろんな方に使っていただけるサービスっていうのを作っていきたいなと思います。これから、はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。
アハモに関わる人はどんな人が多いですか？皆さんアハモっていうサービスに対して好きとかアハモっていいよねみたいな気持ちを持って取り組まれてる方がすごい多いのかなと思います。若手はやっぱり活躍してますか？こう上層部の意見だけではなくて、こう若者の意見だったりとか実担当者の意見みたいなところもみんなで話し合いながら進めているので、上から言われたことをただやるっていうだけではなくて、みんなの意見で作り上げているなと思います。かなり忙しそうだなと思ったんですけど、休みはありますか？はい、土日はもちろんバッチリ休んでますし、有給もちゃんと取らないとむしろ怒られるぐらいの環境なので、月に1回ぐらいとかは全然休んでますね。ホワイトですね。はい、めっちゃホワイトです。入社前に学生時代はこうやって過ごしておくといいよといったようなアドバイスお願いします。いろんな人とお話しするのがいいなって思います。社会人になるとやっぱり会社の人と話す機会が多いので、ちょっと偏ってきたりとかすることもあると思うんですけど、いろんな人がやっぱり世の中にはいらっしゃるので、そういったたくさんの人とお話しするのがいいかなと思いますし、あと学生限定でいろいろ参加できるところってたくさんあると思うので、そういう場所にもどんどん足を運んでいったらいいんじゃないかなと思います。最後に就活生に対してメッセージをお願いします。就活ってかなり大変だと思うんですけど、自分にたくさん向き合っていろいろ悩んで、最後に出した結果が正解になると思いますので、頑張っていただければなと思います。本日は佐々木さんありがとうございました。ありがとうございました。他にも NTT ドコモの社員紹介動画がたくさんあるので、ぜひ見てみてください。この動画を見て NTT ドコモについてもっと知りたいと思った方は、概要欄にあるリンクからマイページ登録をしてください。お待ちしてます。待ちしてます。